にちは。今私はどこにいるかわかるでしょうか。本日は去年の7月にオープンしましたウポポイに来ております。ではですね、こちらではアイヌの文化がたくさん知れるところがありますので、早速行ってみたいと思います。こちらです。失礼します。行きます。いろんな絵が描かれてますね。ね、鹿さん、鳥さん、いろんな動物がいて、そこにクマさんが、ね、いるんですよ。クマ、はい、あそこです。おお。こうやって動物を、何の動物いるかなって探していくのも楽しいですね。あ、絶対もうここで30分過ごせますね。過ごせるわ。はい、来ましたよ。OK、 来ました。さあ、回廊抜けて、ついに見てください、入り口がありますよ。綺麗だな。お、レストランとショップとフードコート。フードコートもあるんですね。イベ牛、イベ牛。このコンドが素敵ですよね。こんにちは。お邪魔します。綺麗。この建物、ガラスの色綺麗ですね。本当だ。なんか緑っぽい。外観だけでも見事だね。いやー、本当です。遠くから見るのとまた違いますね。外もやっぱり木にこだわってるんですね、ここの建物全体的に。うん、自然の中にあってもなんか、あ、逆に邪魔にならないというか。はい、調和してますね。そういう調和的な色合いで。本当です。はい、ではということでですね、こちら見てください。今工房に来ております。工房はパラ牛というそうです。では早速何を作るのか行ってみたいと思います。はい、熊さんがいますね。すごいすごい。立派ですね。立派だね。うん、存在感があります。お魚の皮の口ですって。確かに鮭で食べる。鱗っぽい。はあ、この皮の部分。口になるんですね。ぽいですよね。慣れた皮です。これからスマホスタンドを作っていきたいと思います。こちらにこのように模様を彫っていくそうです。腰引く感じですか。歯が斜めになって右手上で、はい、ちょっと乗ってこの歯をこっち側に持って野菜を切るようなこうたくさん歯を使っていただけるとあの滑らかな感じになって、こちらです。いっぱい助けていただきました。家屋のことを地手と言います。あ、川、木の皮、茅や笹を使っているそうです。鮭ですね。鮭、美味しそう。干してありますね。すごい、あれこれスタッフがね、干したらしいよ。そうなんですか。からしマヨとかで食べたら最高ですよね。邪道ですね、からしマヨでいっちゃうんだ。あ、違います、何
暖かそうだね。暖かそうです。近くで見ると余計迫力があるから。はい、大きいですよね。しますね。はい、すごい広いです。ほんとだ。何メートルでしょうね。ありがとうございます。面白かったですね。面白かったです。不思議な世界に引き込まれる感じがしました。ありがとうございます。ではこれからお食事をいただきたいと思います。こちらですね。焚き火ダイニングカフェハルランナさんです。行ってきましょう。行ってみましょう。はい。これからですね、アイヌ文化由来の食材を使用した創作料理が運ばれてくるそうです。とても楽しみですね。もう今お腹ペコペコなので、もうたくさん味わいながら食べたいと思います。おおめっちゃ盛り上がる。これはすごいよ。うわーすごうん、セロリ。すごくセロリね。セロリ。セロリ。そりゃそうだろみたいな。食レポって難しい。うまそう。行きます。見てください。この。いただきます。おいしそう。うわこの燻製の香りがまず口いっぱいに広がってきますね。皆さんもこう丸かじりしましょう。みたいな。食感もとっても楽しいです。今食べさせていただいたんですけど、とってもいろんな食材がいろいろ混じり合ってすごい美味しいご飯をいただきました。ぜひ皆さんも、本日私たちがいただきましたのはこちらですね。ゆっくんも焚き火ローストコースですので、ぜひ皆さんもお風呂にいらっしゃった時にはこのハルランナさんに来て、私が今日食べたコースを一緒に食べていただければと思います。ごちそうさまでした。美味しかったです。あーいやーおーほーヘマンタエテスカラッハーハー。ここはですね、国立アイヌ民族博物館の基本展示室です。では、見ていきたいと思います。あいえわえのは
すごいですね、なんか。首かばりのこれが母から娘へ受け継がれていたりというお話があったりだとか、まあ、私のアイヌなんですけれども、はい、実はですね、こっちの中には私の家に伝わるカマサイが入っていて、おばあちゃんが若い時に97歳のおばあ様からもらっている、でそのおばあちゃんは今95歳分かってる範囲で、まあ、そのぐらいの時間が経ってカマサイにはなるんですけれども、まあ、それをなぜじゃあここにあるのかっていうと、まあ、うちにあっても、まあ、変な話出る場面っていうのはないんですよね。まあ、今でもじゃあ儀式儀礼を行って暮らしているのかとか、ここで立っていろんなことを説明していると、じゃあアイヌは今何人いるんですか、アイヌの人を着物着たりしてたりすると、じゃあこれは仕事終わったら山へ帰られるんですかとか、そういうような質問が普通に来ることもあるんですが、はい、アイヌではあるけれども同じく日本人でもあるんですよね、はい、なので伝統的な文化を今でずっと続けてるわけではなくて、まあ、そういった伝統的な文化を心としては受け継いでいる部分がある、もしくはその着物を織るとか刺繍していくとか、木彫りを彫るとか、そういった技術とかっていうところも確かに伝承してはいるけれども、はい、まあ、それやってるからじゃあ昔ながらの暮らしは今でもあるけでも全然ない、なのでそういったところで、まあ、受け継いでいるものっていうところで、はい、やっぱり伝承されているもの、受け継いでいるものを出すことによって、でおばあちゃんの話をすることによって、こういうふうに受け継がれているっていうところを少し感じ取っていただけるのかなという思いで、まあ、置かせてくださいっていうふうにお願いしてあるわけなんですね。代々伝わるものとかって家族間とか合っててもそういうものってあんまりなかったりするので、こういうものを間近で見られる機会って本当にないことなので、本当今日来られてよかったです。お話も聞けて気が引き締まりましたね。はい、もうシャキッとしようと思いました皆さん、今日一日この動画を見ていただいていかがでしたでしょうか。私たちもお昼過ぎからこちらに来させていただいたんですけど、まだまだ時間が足りなくて、本当に一日かけて見ていただかないと足りないぐらいの見ること、聞くこと、体験することがたくさんでした。もうご飯も美味しかったですし、あと本当に今まで聞いたことないようなお話も本当に直で聞くことができますし、本当にぜひこちらに皆さんも来てアイヌ文化を体験してみてください。ではまたです。